だけこうあのイメージできるようにどんなものがあの今考えてらっしゃるのかちょっと教えていただけますか。あのやっぱりこう誰にでも食べていただきたいというところもあって、どんな時でも食べていただきたいというのもあって、まずはその焼き菓子から始めようかっていうところで、一つはもう素朴なんだけれどもその素材の味が生きて、日本人である私たちの、まあ、一番よく食べてるお米、この米粉を使った焼き菓子シフォンケーキ、これを、3種類ぐらい地元のものを入れて作り上げようかと。もう一つは新しく開発したあのココフランという、ココットの中にあのクッキー生地のようなこういうドーム型 の、 あのお菓子を焼きまして、ちょっと蓋がしてるんですね。そうですね、はい、でこれをこうスプーンでこう中に行くと、中からその、違ったものが出てくるという、まあ、これはもう中にこう行く楽しみがあるという、ちょっとこういう新しいお菓子も開発をして、それをセットにしてお土産を作ってみようかな。それが地元 の、 その方たちが作った野菜や果物を、ね、使ってっていうです、ね、はい、そうですね。まずこの横浜の米粉を使えるという、なかなか皆さんあの米粉を使う機会がないと思うんですけども、そうですね、はい、すごく美味しそうなものができそうなんですけども、あとはその今回クラウドファンディングという手法を、まあ、使ってみるということなんですが、どんな方たちに応援をねいただけたらなというふうに思っていらっしゃいますか。青幕だけじゃなくていろいろネットワークがあると思うんですけども、ね、やっぱり今回私たちがこのお土産というところで何もない中からやっぱり作り上げることにストーリーを持たせて、それをお土産としていくという、こういうことが全国で起こってもらったらいいなっていうふうに私は思っていて、まあ、これはもう6次産業化にもなるだろう、地域の活性化にもなっていくだろうなっていうところがあって、だから本当にあの私でいいのっていう、要は参加したいっていう、そういう本当にもうあのなんていうんですかね、農家さんとかそういうんじゃなくて、もう個人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 がやっぱり、みんなで作り上げているんだっていうところで参加していただけたらなっていうふうには思ってますね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。